東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？昨季 J1 で16位に終わり、1年で J2 に降格した松本山雅 FC の2年ぶり J2 初戦は黒星発進となった。ロアッソ熊本のホームに乗り込み、0-1で敗戦。一方、ヘッドコーチから今季監督に昇格した熊本の清川博之監督は、その初陣を白星で飾った。試合はいきなり動いた。熊本は、前半14分、左サイドでボールを受けたフォワード清武幸喜がクロスを上げると、至近距離で、ディフェンダー飯田正樹の手に当たり、PK を獲得。自らキッカーを務めた清武は、冷静に、ゴールキーパーの逆を突き、先制点を奪った。試合後のインタビューで、PK になったのはラッキーだった。PK はゴールキーパーとの駆け引きで決まってよかったと振り返った清武。鳥栖からの期限付き移籍期間を延長し、今季は、背番号も10に変更された。日本代表ミッドフィルダー清、武宏氏の実弟は、清さん、清川博之氏が監督になって初めての試合。開幕戦を取れたのは大きいと素直に喜んだ。一方、2年ぶりの J2 参戦となった松本は、前半21分、ミッドフィルダー宮坂正樹の左フリーキックに、フォワード尾名が頭で合わせるが、枠を捉えきれず。後半18分には、宮坂の右コーナーキックから、フリーのディフェンダー當間武文がヘディングシュート。しかし、これもクロスバーを越え、1点を取り切ることができなかった。